紛争理論は、社会及び集団の内部、または複数集団相互の対立から生じる紛争、闘争が秩序の形成を促し、新たな社会の構築に貢献するという観点から、評価した社会学上の諸理論のことを指し、闘争理論とも呼ばれる。ドイツの社会学者、ラルフ・ダー・レンドルフが、1958年に公表した論文、 ユートピアからの脱出において示した闘争モデルの概念によって広く認知されることとなった。紛争理論はカール・マルクスの階級闘争論、またはマックス・ウェーバーの理解社会学によって基本的概念が提起されたと言われている。また、紛争理論はゲオルク・ジンベルやフランクフルト学派、ビルフレド・パレート、ロベルト・ミヒエルス、チャールズ・ライト・ミルズらのエリート論など、 様々な方面で社会における紛争、葛藤の問題を取り上げている理論を包含する立場ともみなされている。紛争理論はタルコットパーソンズに代表される構造機能分析に見られる均衡理論への批判的な検討が行われる中で注目されるようになってきた見解である。構造機能分析は社会構造の安定性が最重要課題とされ、機能が 構造の安定に貢献するという予定調和的な考え方に立っており、紛争は社会構造の安定を脅かすマイナス作用をもたらすものとして主要なテーマから排除されていた。これに対して紛争は絶えず人間社会に存在し社会構造へ大きな影響力を及ぼす不可欠の要素であるとして紛争のプラスの側面に注目して社会構造並びに 社会変動を捉えようとしている。人類の歴史を階級闘争の歴史と位置づけ、紛争による社会変動の概念を提起したマルクス紛争理論を明確な理論上のカテゴリーとして確立させたのはラルフ・ダー・レンドルフとルイス・コーザーである。彼らは紛争理論を代表する理論家として、紛争、闘争が破壊のみをもたらすというイメージを払拭し、 新たな社会システムを形成していく原動力であるとして、その創造的意義を積極的に評価する姿勢を示している。ダーレンドルフはマルクスの階級闘争論をもとに紛争、闘争と社会との相互関係を分析した代表的な理論家の一人である。彼は権力を社会構造を規定する基本的要素として捉え、社会においては権力を持つ集団と 権力を持たない集団との間の利害対立によって、絶えず権力闘争が引き起こされる状態にあるという認識に立っている。ダーレンドルフの権力概念紛争と構造、変動の概念講座は、ロバート・キングマートンによる機能主義の分析手法とゲオルク・ジンメルが著書、社会学に示した紛争論の視点を取り入れた闘争モデルを提起したアメリカの社会学者である。 紛争、闘争が社会、集団における結合度を高める機能としての役割を果たすと指摘したことにより、彼は紛争理論における機能主義者としての評価を受けた。対外的敵対関係と集団の業種体内的紛争と集団の安定性。ありがとうございます。